といいうわけけででやっていくんですけど今回はアセットコールサー飽きましたっていうところで俺もついにね飽きる時が来たんですよアセットコールサーねこんな機器材揃えても飽きる VR k 出してみてもやっぱり面白くない、まあ、面白いっちゃ面白いけどねていうところでねまあ完月にまとめるとまずねえー、設置するのがめんどくさい俺3モニター使ってるけどトリプルモニターね使ってるけどめんどくさい設置するのがどうしてもね別で PC 用意したら多分楽かもしんない でも、2つ PC つけるのめんどくさい。っていか、1つ CS みたいな感じで、まあ、プレスみたいな感じでやるのはおすすめです。っていうことで。で、あともう1つは、えー、パソコンがね、スペックが低いところで、ペダルとかの、なんか、そういう、えー、トラブル。ありまして、反応が悪い。ね、話してもね、戻らないっていう現象が起こってます。で、そこでペダルを買おうかなと思っていいやつ欲しい。でも、お金がないってところで、結構ね、迷ったんですけど、アセットコロナ車を引退します。って言っていたいところなんですけど、 で、アセットコルサ2エボが出ましたイエーイそこに関してはめちゃくちゃいいと思う。俺的にね、欲しい。欲しいよ。でも、モッド関係がいろいろ制限されるかもしれない。プラモデルみたいな感じで、そのね、あるじゃないですか。やっぱ許可なしでやっぱ出るのが難しいと思うんですよね。だから別に、アセットコルサって別に日本の会社でもないし、海外の会社だから、会社が多いと思うよね。だから、違法者なんてそんなしょぼいと思うし、出始めた頃ってあんまと。 バグとかいっぱいあると思うし、そういう面ではね、悪いと思います。ということで、アセットコルサーエボについてはね、高スペック PC が必要ですよ。ね、グラフィックが綺麗。ね、これをいいと取るか悪いと取るか。まあ、俺はアセットコルサー引退するというについて、で、俺はコックピット周りを売ろうと思います。コメントが来てたんですけど、アセットコルサーやめたんですかやってない、マジで。ストリートファイターしかやってない。まあ、高校生のうちに楽しめたんでよかったなと思います。動画は以上になります。